こんにちは、改善ベースです。海先生、本日のテーマは労働災害の怖さです。過去の歴史を見ると、現場では人の生死に関わるような重大な労働災害が多々発生しています。今回は現場ではどのような災害が発生しているのか確認し、災害は防ぐことができるものであることを学びます。それでは今回の学習レッツスタート。海先生、この現場結構汚れていますね。はい、この会社は業績はいいみたいですが、これほど現場が乱れているとミスやロスが出るでしょうし、そもそも安全性に問題があるように見えます。あ、危ない。よかった、転ばなかった。でも怖いですね。いくら業績が良くても、現場の方が怪我をしてしまったら元も子もないですよね。ええ、その通りです。安全は全てにおいて優先されないといけません。安全第一という看板もありますが、これではただの飾りです。ミオさん、せっかくなので、なぜ安全第一が大切なのか少し考えてみませんか。はい、ぜひお願いします。過去、生産現場では人の生死に関わるような重大な労働災害が多々発生しています。具体的にはどのような労働災害が起こっていると思いますか。通路や階段で滑ったり、つまずいて転んだりしたという事故はよく聞きます。高いところから地面に落ちてしまった事故も聞いたことがあります。その他にも、異物が目に入った、棚から物が落ちて頭に当たった、コンベアに巻き込まれた、クレーンの吊り荷が外れて落ちてきた、以上のようなものを聞いたことがあります。他にも次のようなものもありますね。動く機械に挟まれた、尖ったものに触って手が切れた、不用意に配線に触って感電した、リフトに引かれた、化学物質に触れて火傷した、工場内で発生した火災に巻き込まれた。これらの労働災害は悔やみきれない悲惨な結果となってしまったものも少なくありません。もし万一被災してしまった時、本人や周囲にどのような影響を与えると思いますか。はい、労働災害によって大きな悪影響が発生すると思います。例えば体や心に障害が残ってしまうかもしれません。最悪の場合には命を奪われることもあるかもしれません。ええ、建物や設備は取り替えることができますが、人の体や命は決して取り替えることはできません。一人一人がかけがえのない存在です。もし労働災害によって体や心に障害が残ってしまった場合、傷ついた体や心と一生向き合っていかなければなりません。もしこのような労働災害が身近に起きてしまったらと想像すると、考えただけでもゾッとします。とても悲しい気持ちになります。このような結果は、本人の苦しみはもちろん、家族の悲しみも決して言葉にすることができません。災害だけは絶対に起こしてはいけないですね。それではミオさん、労働災害の要因、背景にあるのはどのようなことだと思いますか。想定されるものを挙げてみてください。はい、リスクの把握が弱く、安全対策が不十分だったということがあるのではないでしょうか。また、事業点検や定期点検などに不備があり、機械が故障し、思いがけないことが起こったということも考えられると思います。その通りです。その他にも、そもそも知識がなかったということもあります。決めた手順、標準を守らなかった、あるいは守れなかったということもよく聞きます。リーダーの言うことを聞かずに自分で勝手に判断したということです。勝手な判断をした背景には、怪我は他人事と思っていたという甘い考えがあることが多い印象があります。労働災害は様々な要因により発生するんですね。
でも、今挙げたことは決して防げないことではないとも感じます。その通りです。災害は防ぐことができるものなのです。正しいリスク分析を行い、手順やルールをしっかりと決めれば、災害はゼロにできます。そうですよね。災害が起きないようにするためには何が必要なのでしょうか。まずは、先ほど説明した労働災害の恐ろしさや影響を理解し、安全衛生は決して他人事ではないと一人一人が認識しなければいけません。そしてそれぞれの持ち場の安全を過信せず、人は必ずミスをするものであると考えることが大切です。また機械はいつか必ず故障するものと考えましょう。安全衛生の活動は全員が当事者であり、全員が主人公です。一人一人が関心を持ち、危険の発見や改善活動に取り組んでいくことが大切です。労働災害の怖さや万一の時にどのような影響があるかを一人一人が理解することが大事だということですよね。そして全員が主役となり、さらなる安全な職場づくりに向けて全員参加で活動していくことが重要だと思います。それでは本日の学習のまとめをしましょう。もし万一被災してしまうと、体や心に障害が残る、傷ついた体や心と一生向き合っていかなければならない、最悪の場合には命を奪われるなどの事態が起こり得ます。災害だけは絶対に起こしてはいけないのです。安全衛生活動では一人一人が主人公です。総務や人事部門、安全衛生委員会だけの仕事ではありません。全員が主人公であることが大前提と認識することが、安全衛生活動のスタートラインです。労働災害の要因としては、対策が不十分、点検の不備、知識が足りない、標準を守らない、指示を聞かずに勝手な行動をとるなどが挙げられます。これらは決して防げないことではありません。当たり前のことをしっかりと守ることで、労働災害は防げるということを全員が認識しなければなりませんね。今回の学習はこれにておしまい。それではまた次のテーマでお会いしましょう。